さあ、デボコロです。今日はなんとあのレジェンドの大谷さんに来ていただきました。大谷さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。いいね、レジェンドって言ってくれるの。年寄りっていうか、ね、完全にレジェンドですよ。そう、ありがとうございます。でこの間も、うん、谷繁とここでやったんですよ、うん、そしたらもうずっと大谷さんの話をしてて、あ、そう、大谷さんがいなかったらキャッチャーとしてやっていけなかったっていう、うん、まあでもそういう出会いだったんだろうな。大谷さんって、うん、もちろん監督もやられてるじゃないですか、はい、で選手をこう育成する時に何を大事にされてるんですか。その選手をね、育てていく時はまず、まあ、例えば谷繁に例えると、はい、こいつの完成形っていうのはこうなれるだろうなっていうのをまずイメージするの。でそこにどのぐらい近づけていけるかなっていうふうに思いながらやっていくっていうのが、まあ、自分のやり方なんだけどね。まあ、その当時はあれですか、監督の時ですか、大谷さんが垂れ違預かったのは。いや、あの最初ね、ベイスターズがあの横浜太陽からベイスターズになるんで、はい、それであのフジテレビがあの少しあのそのベイスターズになるんだったら応援するっていう形になったのね、はい、その中であの、まあ、谷繁っていうキャッチャーがいて、はい、あのなんとか一人前にしたいんで横浜、フジテレビも応援するから横浜行ってくんないかって言われたことからの始まりなんです。はあ、うん、でまあキャッチャーを、まあ、谷繁とかを育てるのが、まあ、メインっていうか、うん、なるわけじゃないですか、うん、その完成形っていうのはバッティングも走塁も、まあ、全てに含めておいて大谷さんの完成形っていうのがあるんです、うん、その選手の、はいはい、一人一人個性もあるし、はい、それからできることもあるわけで、はい、あの例えばデーブだったらデーブのスタイルがあるじゃない、はいはい、僕だったら僕のスタイルがあって、ね、僕はデーブじゃないしデーブは僕じゃないから、ね、はい、だからその人なりの、はい、あの一人前のなり方、なるほど、あのそういうのを、まあ、とりあえず自分では、はい、あの意識をして、はい、こういうふうにはなれるだろうな、できるなっていうふうに思って、はい、アドバイスしながら、あのやっていくっていう形が自分はあのスタイルなんで、ね、大谷さんたちのもう正直70を超えられてるような年齢の方の、うん、若かりし頃って、うん、守りの野球って言ったら守れる選手しか使わないことが多かったと思うんですよ、うん、はいはい、僕ら入団した頃ですね、うん、まあ、走れなきゃ使えないとか、うん、そうじゃなかったんですね。もうその僕に走るのを求められてもダメですもんね、うん、僕らデブたちより僕らの方がかなり古いから、はい、もう最初はとにかくほらピッチャーの女房役だって言われて、あ、とにかくピッチャーが気分よく投げられるようにするのがもうキャッチャーの役割だから、細かいことだけどほらいい音出してストレートを取るとかさ、まあいろいろそういうふうに言われたけども、だん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 もう時代とともにキャッチャーの役割って変わっていっちゃったから、まあその時代にあの対応できるような、あのやっぱり作り方だとか教え方もそうなんだけど、やっぱりしていかないと、それはその選手を育っていってほしいと思ってる選手のためにもならないし、教えてる自分も勉強にならないんだよね、うん、俺はあのそう思いながら、だから俺も随分谷繁には勉強させてもらったなというふうに思ってます。谷繁の感、大谷さんの感じた谷繁は、まあまあまあ本当のあれも僕らの時代のスターなキャッチャーになったんじゃないですか、うん、まあもちろん打てるし守れるし、うん、走塁阻止もできるし、でリードがいいっていう、うん、あれはもう理想通りになったんですか、繁は。いや、もう理想以上ですね、はあ、だからそこから先はもう自分のなんていうのかな、持ってるものを自分がどうやって自信持って生かしていくかっていうのを、うん、あの谷繁の場合は自分でどんどん見つけてやっていけたわけね、はあ、だから僕が思ってるよりも本当にすごいキャッチャーになっていったと思いますね、はあ、うん、大谷さんがその見る、まあ、谷繁の年代でもキャッチャーとして見る今の子たちの、うん、今っていうか現役の選手たち、またその、はい、うんうん、まあ大谷さんたち後輩ですね、うん、まあその我々の年代ぐらいから下っていうのを、うん、でこいつはいいキャッチャーだなっていうのは誰ですかね。僕はあの元に戻っちゃうんだけど、谷繁が預かった時は、ね、あのまあ僕セリーグしかだったんだけど、はい、やっぱりヤクルトの古田だよね。あ、で野村監督があの古田を随分
きめ細かく指導されて、はい、でもその当時やっぱり一番のキャッチャーっていうと古田って言われて、でそれにあの谷繁をどう追いつかせていけるかっていうのは、まあ大まかな僕の仕事、あの一般的に、だけど僕自身は古田は古田、はい、で谷繁は谷繁だっていうから、古田みたいにしようっていう気はさらさらなかった、はあ、うん、だから谷繁というキャッチャーを認めてもらうためには、自分でもまあ技術的な指導も必要だけど、はい、マスコミ対策も必要じゃない。確かに。例えば古田が見逃しの三振バッターで取ると、はい、さすが古田だって言われるじゃない、相手の逆突きましたねって言われるわけよ、はい、だけど谷繁なんかがそういうふうにバチーンってやって、アウトロー、こううまく見逃し三振取ったなって言っても、解説の人はいやーピッチャーがいいとこ放りましたなんてこう来るわけ。そういう時ありましたね。そうだから、それはあのいいところは俺たちが言ってやらないと、マスコミの人も良くなってんだなと思ってくれないわけよ、ね。まあ、正直プロ見るのと書くのプロでも、うん、プレーはプロじゃないですもんね。そうなの。だからそういう部分はあの自分個人でもちょっと意識はしたんだけど、まあ谷繁が本当に自分で後を道どんどん開いていく、だから僕らはヒントをあげるだけだから、あので、少し今のキャッチャーに戻るんだけど、今のキャッチャーの子たちって俺は正直かわいそうだなって思うんだ、なぜかっていうと、あのもうピッチャー本位になっちゃってるから、とにかくピッチャーが持ってるいいものをどんどんぶつけていく。確かに先発のイニングが短くなってるね、今かなり。そうですよ ね、まああれで金もらえんからいいんだろうけどさ、高6で5、6回で変わりますもんね。せめて、相手の打者3回りぐらい、はい、あの言ってくれると、まあ、大体7回ぐらいまでいけるはずなんで、ね、もうほとんどが2回り、そうですよね、うん、であとはあの中継ぎの人が3人か4人投げて、ね、だからどのピッチャーもそのピッチャーが持ってるあの一番ベストな球をどんどん投げさせていって、つないでつないでストッパーっていう野球になってるから、ね、キャッチャーがこいつリードがいいなって多分褒めてもらえないんじゃないかと思うのよ。ピッチャーが元気に打ち変わってきます、ね、そうだからそれはね、すごいあの今あのキャッチャーの子たちはあの味が出せないんで、逆にかわいそうだなって思う部分もある。あの、こうリードって、うん、僕が思うのはですよ、うん、結果論だから抑えればいいリードって言われるのかもわかんないですけど、うん、でも実際は違うと思ってて、違うかないやそこでインコースは7、例えば8回にホームラン打たれちゃいけないバッターにインコースが弱いにしても、うんうん、勝負はインコースここじゃないんじゃないって言ってるのがあるんですね、うんうん、僕の定義があって、うん、名前聞かせてもらうんですけど、うん、ホームランの定義を作ったんですよ、うん、もう5回までのソロホームランは誰に打たれてもいいよと、うんうん、でももうそのまあ7回以降をホームランはとにかく低くて遠いとこを逆方向はこれはもう仕方ないと、せいぜいと引っ張られてホームランはやめてくれって、うん、ってことはインコースが高めはボールだぞっていうのなんですね、うんうん、そういうその大家さんの思うなんか大家さんの打たれていいホームランとかもあるじゃないですか、うん、あれどういうのかちょっと勉強したいですよ ね、 もうちょっと砕けて言うと、はい、ここっていう場面で抑えればいいじゃないですか。そうですね、だから、うん、あの例えばランナーがいない時にヒットを打たれたっていいじゃないかって正直は思ってる、はい、だあのまあここは打たせてもいいかって思う時、はい、もう1年通したら結構あるんです。なるほど、うん、まあ、あそこ打たしてるから次の大事なとこはそれを生かしてやろう、うん、なるほど。それが俺のキャッチャーのさ駆け引きっていうか、あのリードの1年トータルした時のやり方かなって思ってんで、まあ、確かにさ押し詰まってのホームランを避けなきゃいけなければアウトロイヤーね、ボール集めるっていうのは基本だし、飛ばないゴロになりやすいあの球種で攻めるっていうのは当たり前なんだけど、最近の野球ってサードにランナーがいるケースは特にインサイドのまっすぐから入る子が多いんだよ、ね、そうですね。でそれはおそらく6割7割は成功してる、うん、でそれはさっきも言ったようにあのピッチャーが力があるからなの、うん、確かに約50キロですか、うん、そうだけど失敗するケースもあって、そうですね、うん、だから
大怪我する場合もあるんじゃない。そうですね、バカ、こんなとこでインコース行きやがって逆転のスリーラン打たれちゃったとかさ、ツーアウト満塁スリーツーからインコースまっすぐとか、うん、右に対して右ピッチャーやらすと、うん、大丈夫かなって思う、うんうん、やっぱりありますよね。ボールになってくれとかデッドボールになってくれとかさ。ですよね、うん、そういうふうに考えるとさ、駆け引きという部分では、はい、今のキャッチャーってやっぱりしなくなっちゃってるんじゃねって思うんだよね。僕は思いました。そうそう、斉藤正樹さんの絶好調の時受けてたんで、うん、やることがないんですよ、うん、出しときゃやるって、うん、で頭もいいんで、うん、2ダッシングに追い込みました。一球高めできればインコースにこう持っときたい、古田さんとかだったら、うん、で もう出す前に首振んですよ、うん、もうカーブでアウト取っちゃおうみたいな、うんうん、まだ出してないのに一球だけこっちっていう、だからもうそのぐらいのもんなんですね、うん、考えることが、うん、そういうことが起きてるってことですよね。そう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 です、ね、そういうこと。みんな鍛えて150キロです。そうそうそう。だからあの投げた後振り返ってあの表示見るピッチャー結構多いもんね。そうそう、ね、あのスピードガンコンテストやつ。そうそうそう、うん、ずっと親さんが現役の時になんか、うん、まあ、もちろんヤクルトでずっとやられたじゃないですか。そう、鹿島さんとか、うん、安田さんとかも、うん、の時代でっちゃ時代ですよね。そうですそうです。申し訳ないですけど、鹿島さん茨城の先輩で、ああ、そうだよね、ほこたなんです、うん、僕の生まれ母校もほこたなんで、ああそうなんだ、うん、寮長の時も挨拶行ったりしてたんですけど、うん、まあ、中学生ながらに俺打てるって思うような場合スピード感だったんですよ、うん、神宮見に行っても、うん、あれをあの方を抑えさすのがやっぱリードですじゃないですか。あれはね、はい、でも今でいうシンカーっていうのかな、はい、あのアウトコースにあの沈んでいくボールと、はい、それから左バッターの同じあのシュート系のボールは投げられたピッチャーなのよ。あ、で、うん、だからもう完璧に抑えるってことはないピッチャーだから、あ、もう駆け引きしながらゲームを作っていくタイプだから、はい、あのここっていう時にあのワンツーに、はい、ワン、あのツーボールワンストライクにしたかったピッチャーなの。あ、そうなんですか。そうそうそう、あの例えばあのワンワンになる、はい、したら必ずボール球を一球って、はい、あのツーボールワンストライクするのよ。はあ、おいで、あのシンカーを絶対手出させるよ、そういうふうに持って、こっち打ちたくなりますもんね。そうで、その一番いいボールでゲッツー取る、はあ、全部じゃないんだけど、それを一番考えたあのピッチャーが勝ちまなる、はあ、うん、でもそれを考えたら、いや、僕ツアーボールワンストライクからボール球を放らすっていう意識は持ったことがなかったです。それすごいですね、やっぱり。いや、それはあのピッチャーがそういうボール持ってたからだと思う。あの小山正明さんが西武のピッチングコーチやられた時があるんですよ、うん、で、いつもあのブルペンに入ったことあるんですよ。だから水巻じじいだって自分で言ってもブルペン水巻いてるんですけど、うん、たまに野球の話してくれて、あのな、俺はな、首位打者を狙ってるやつはフォアボールが欲しいんだよって、だからわざとノーズリーにするんだって、うん、ストライク、ツーストライクは簡単に取れるんだって、あいつら打ってこないっていう、うん、昔はそういう考えもあったんですね、うん、すごいですね、うん、でもそれは鹿島は結構成功したね、うん、それでもうピンチだいぶゲッツーで切り抜けたっていうことが、うん、自分の中ではできるピッチャーだったんでね、なんかボールが死んでも全然怖くなかったピッチャー。はあ、大家さんの中で、まあ、受けられて一番こいつはいいピッチャーだったなっていうのは、まず受けた側では誰、どなかったでしたか。